お願いします。ボイスボイスの松本武馬さん、市川刺身さんです。お願いします。 NSC 東京29期 D 組の皆さんです。東京29期クラス対抗戦で優勝した D 組の特別企画でございます。D 組の中で一番いいクラス、ね、強いクラス、そうです、間違いない間違いない間違いない、れ、ね、うちらが一番強い。今日はもう頑張るしかないでしょう。えいえいえい、ブチブチブチ、釣り革破壊男。そうだよね。俺そのリーダーめっちゃ面白い、面白かったですね。これついに入部させていただきました。ずるいってお前来んなよ。いや、面白いから。いいじゃないですか、吉本入りたかったんじゃん。フリーで目もっとグレーになってけよ、どんどん。皆さんと一緒に働きたいから来たんじゃないですか。そんなこと言われたって嫌ですよ。もう嫌だ、シンメトリー時短だ。というわけでね、これからもう5年後、10年後、みんながスターになる可能性ありますから、はい、今日はその D 組のみんなと、ね、一緒に企画やっていこうと思います。うん、はい、早速ですね、コーナーについて説明していきます。はい、NEC 生が、コンビごとに登場しですね、モノボケ、一発ギャグ、ショートコント、大喜利、モノマネの5種類の中から1つずつ挑戦していただきます。はい、そして笹本さん、竹山さん、刺身さんには特別審査員として NEC 生の挑戦を見ていただきます。はい、まあ、審査というよりね、純粋に面白かったと思ったら、笑ってもらって大丈夫です。笑ったらクリアってことですか。はい、そうです。色モネ屋のシステムってことですか。そうですね。そうですね。完全に全く同じ。放送禁止用語。他局とかじゃないですか。独立でしょ。ザ・ファイブミッションですから。ファイブミッション。ファイブミッション。制限時間は、ね、60秒で、5ジャンルの中3つのジャンルクリアできれば、ミッション達成でございます。うん、1つ目のミッションは3人中1人以上。で、2つ目はですね、2人以上。3つ目では全員笑わせればクリアとなっております。はい、そして見事ミッションを達成したコンビには豪華特典があります。豪華特典として、刺身さんの主催ライブに出る権利が与えられます。みんな刺身さんのライブ出たいよね。選んだとして、はい、出たくない場合は出たくないって言ってください。言えないって言えないって。企画の前にちょっと審査員の方から一言ずついただいてもよろしいですか。笹本さんいいですか。まあ、まず俺あの中学の時に野球部の前で一人色モネアさせられてクリアしたことあるんで。野球部の前で10人選ばれて、それから10人倒したことあるんで、だちょっとやっぱ厳しめに行かせていただいて、やっぱ一回優勝経験があるんで、中学の野球部の前で、はい、倒したことありますね、はい、僕はね。刺身さん何かありますか。僕はね、あの、はい、くだらないのがね、やっぱ、なこれみたいなやつが、はい、笑っちゃうっていう、はい、これヒントだけ。あ、ヒントだけ、まあ、それはね、あと僕ね、あの、はい、漢字とかね、そういうのだけマジで分かんないんで、はい、そういうのやめた方がいい。漢字って、あんまり言うな、そうっすよね。漢検5級3回落ちてます。3回落ちてます。3回落ちる。高1、高2、高3っていう。いや、別に、まあ、そもそも漢検5級を高校で受ける、それがいい。はい。というわけで審査員の皆さんね、審査席の方をお願いして、はい、お願いします。というわけでいきましょうか。最初にチャレンジするのはこちらのコンビです。お願いします。どうも。ストーと申します。ストー、はい、ストーです。はい、そして、はい、カーゴロブソンの川見と申します。よろしくお願いします。さあ、お二人は普段はどういう、はい、ま、漫才師ですか。漫才師、漫才です、漫才師です、いいシャツのスタイル、いいシャツ、ちょっとでかいの、こういうの、もう似合ってしまってる、そんなでかいの着てくんない。かわいいじゃないですか、おっきめな、そんなでかいの、だらしみ、だらしみ。じゃあちょっとお二人、ちょっと意気込みいかがですか。いいですか。この配信企画全体のトップバッターなんで、うん、何としてでも3つバンバンバンとクリアします。絶対やるで2名おるしー。じゃあ早速、じゃあまずモノボケ一発ギャグ、ショートコント、大喜利、モノマネの5つじゃ、ね、ありますけど、どれにしますか。はい、ショートコントでお願いします。ショートコントで、それでは参りましょう。カーゴロブソンのショートコントです。お願いします。お願いします。台風速報、台風速報、
続いてのニュースです。台風速報ですね。では現場の須藤さん。はい、こちら現場の須藤でございます。都内に私いるんですけども、都内の天気は比較的落ち着いてますね。おー、そうなんですね。お隣の神奈川になりますね。4300ヘクトパスカル。おお、県境すごクリアー。なるほど。いい声量やった、ね、いい声量あれだよ、でかすぎず、でかすぎず小さい。初手がおもろすぎたよ、なんか、はい、なんかね、変わるんですよ、台風速報、台風速報って何だよ絶対逆転をする。いいよ、言っても言っても初めて見たんで、2回言っても言っても大丈夫。絶対ストーンがギリギリと喋れてるのが違う。喋れないのかなと思って喋れるみたいな。ギリギリの話ずっと今危ない。もう映していい人。いや、そんなこと言ってない。大丈夫。さっさまとか言うとヒヤッとするな。なんで俺が言うとさ、返しがやばい。さあ、ゴールこそもね、一つ目クリアしましたから。はい、ありがとうございます。次どれ選びますか。モノボケ。モノボケで。モノボケで。お願いします。というわけでいきましょうか。二人以上を笑かしてください。はい、ゴールこその挑戦。モノボケです。どうぞ。よっしゃ。しゃー。行くぜ。すごいよ。行こう行こう行こう。はい。じゃあ、とりあえず。いや。私立トイレ学園の入場です。いいよ。まだまだいい、まだまだいい、行けるよ、行けるよ、お願いします。お風呂ジェントルマン滝部さん笑った、滝部さん笑った。あと一人で押してください。いいな。さあ行こう、どんどん行こう、どんどん行こう。いやいやいや、お願いします。膝これで治らんかな。膝押し押し押し、スパースパー、急いで、急いで。天然でやってることなんだけど、はい、隠れてパーマのやつがずっとなんかあんまり面白くないんだよ。
今日はちょっと悔しくて、悔しくてね、絶対にクリアしてよかったよ、めちゃくちゃよかったよ、正直。いや、ちょっと悔しいです。いや、お前そんな落ち込むなって、お前おい。行人弁、行人弁、漢字わからん。マーボロボソンでした。行きましょうか。続いての組どうぞー。失礼します。お願いします。さあ、というわけでお二人自己紹介お願いします。はい、僕がお茶天狗の三宅と申します。お茶天狗の三宅くんです。よろしく。高山と申します。お願いします。三宅くん、高山くんです。お願いします。さあ、意気込みありますか。いや、もうね、正直雑魚ばっかなんですよ、あれ。雑魚ばっかで、俺らが勝つつもりで来てるので、ちょっと頑張りたいなと思います。雑魚ばっかなんだ。確かに今回ネイチャーバーガーさんとそいつドイツさんいらっしゃる、もう夢かと思うぐらいで。まあ、そうっすね。夢じゃない。いや、夢じゃないよ。ちょっと確かめていい？ああ、うん、確かめていい。ごめんね。うん。あ、これ現実です。口よけの傷の付け方青から。さあ、というわけでございまして、まず5つありますけど、どれ挑戦しますか？いや、一発ギャグからお願いします。一発ギャグ！お願いします。次はさあ、というわけで、お茶天狗の一発ギャグです。よーい、スタート。歌います。じゃじゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃんじゃ、盲腸の手術痕がかゆい。よし、行け。よし、行こう。どんどん行こう。おい、ちょっと、恵方巻き熱くしたやつ誰？行くぞ。おい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 、聞こえてないですよ、皆さんに。何言ったか。大胆に誓う。まだ時間ありますよ、まだ時間あります。大丈夫です。ツナ太すぎる、ツナ割ったり、ツナ太すぎる、ツナ割ったり。ダメだ。いや、まだいけるよ。こまい、こまい、いける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 。やった力が
今の感じで中途だったらよかった。ということで、天狗の挑戦者、嵐が全然好きにしてるんですか。それでは行きましょうか。続いてのコンビです。どうぞどうもさあ、というわけで自己紹介をお願いします。はいはいクラゲの骨の和田と、はい、クインテッドのアキラさんです。違います。すみません、僕もクラゲの骨の三安です。お願いします。三安、はい、髪型どうなってるんですか。髪型はなんかインナーで金が。あ、そうなるほど。うっとしいな、こいつ。メガネの方も注目してる。メガネメガネ、メガネもおしゃれな。これ何、あのネクタイピン刺したみたいなメガネで。え、それ刺さってるの。違います、これデザインです。デザインです。俺らのすごいおしゃれな、こいつおしゃれな。めっちゃいい。俺らの時代のさ、俺らの時代の NSC でさ、はい、ここの NSC ってさ、ここがギザギザのメガネなだけでさ、先輩に2メートルくらいメガネ見込みというかありますか。あ、ちょっとエシト見てもらっていいですか。はい、エシト、なんかわかんないですか。え、僕の見た目見てなんかわかりますか。全部黒い。全部黒い。そうですね、全部黒い。はいはい、めっちゃ緊張してます。あ、緊張、見た目じゃ分かんないのよな、おい。三ツ矢さん。はい、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 じゃあ、クラゲの骨のね、はい、挑戦。あれマジで歌みたいわ。確かに、マジで歌みたいわ。いいことです。今、あれって、突っ込んでたら絶対笑うみたいな。普通に話してるだけで、今、ネタみたいまでなってる。マジで歌みたい。見た目だけで言ったら見たい。今日ね、チャレンジですけど、まず一つ目どうしましょう。はい、モノマネで。モノマネで。
ちょっとだけストレスが溜まった。お、ストレスも見ただけじゃ分かんないのよ、ごめんな。どっちが悪かったのか。そう、あしたはい、そんな、まだまだ喋れますさあ、というわけでございまして、続いてのコンビです、どうぞ。どうも、ご紹介お願いします。はい、爆炎の近藤です、お願いします。近藤くんです。爆炎の須藤です、お願いします。須藤、ちゃんと自己紹介して。あ、上野です、すいません。上野でした。あ、よかったよかった。そんな奇跡いらねえ。そうだね。一つ目どれしますか。モロボケで。モロボケで、じゃあ準備お願いいたします。というわけで、爆炎の一つ目の挑戦です、どうぞ。大卒です、大卒です。惜しい。あ、それつけ。今年の日本の無形文化遺産、こちらです。いや、有形なのに。いや、有形って、あ、イギリスじゃないよ、有形って。日本のとか。なに、なに、なかい。松本さん、ワンタクリアー。絶対やばい。長い、そんなにやばい。長い、すごいよ、そんな。まだ長いって思ってなかった。長い、そんな。長い、長い。やっぱお客さんが気づく前に突っ込めっていう。そうですね。まあ、だから、そう、まあ、セオリー的には。はい、確かに。というわけで、爆炎の1個目の挑戦、クリアです。よっしゃ。さあ、続いて、どうしましょうか。レンデレレレン。おでんでレレ、ちくわぶ。おでんって言ってない？おでんでレレレのおでんって。大喜利です。違います。大喜利です。ショートコントです。ショートコントです。ちょっと待って。どっちがテンパってるか。どっちが決めてきたんですよ。こっちがめちゃめちゃテンパってる。さあ、というわけで、じゃあ、爆炎の続いての挑戦です。ショートコント、どうぞ。ショートコント、敵討ち。お前が俺の母を殺し、父を殺し、妹を殺し、弟を殺し、祖父を殺し、祖母を殺し、恋人を殺した。ございもんだろ、お前が今日、助かるな。違う。違うかい。じゃあお前誰だよ。え、じゃあお前誰だよ。何、一人笑いました。名は雲海、姓は違う。違う雲海。はい、次。竹野さん、笑いました。
書いてくれてるんだから。お題変えます、お題変えます、お題変える、お題変える、お題変えた。え、シャッター街が大逃げ、何があった。5、4、3、2、1、終了。じゃあまず彼の海外セレブの間で話題を聞きます。かわいそう。かわいそう。なんで写真を送ります。春の木漏れ日の下で大きな日の光を浴び生きる。あ、でも全然いい。いいよ。もしも出してたら。いや、ちょっと待って、よくやってるの。彼が、あ、いい、なんか彼がいるから流そうと思ったけど、だってスーパーフードとかね。マジか。あえてそういうふうにしてるんだよな。そして、なんか、実はこれ小説で、大喜利中なのに小説が降ってきて小説のこう書き出しをしちゃったっていうのをやりたかったんですけど。長いよお前。いやいやいや、お前こいつ長いよ。思ってるしかないよ。お前さ、何も書いてないよ。彼がこれを変えてくれと。そうだな、どうしても。で、ラスト10秒くらい変わりました。シャッター内が大喜利、何があった。これなんかちょっと前に言ってたダメだよ。それで何て言うの。ウキウキダメだお前。ウキやめてください。もう笑いの。さあ、というわけでございまして、次5組でございます。5組の方です。どうぞ。どうもー。オーケストラに革命を起こせ、手数で攻めるシンバル。お久米と申します。お久米と申します。お久米ですね。はい、見てらせてもらってますけど、オープニングはね、めちゃくちゃ良かったです。ストレートの頃に本能の後やからよりも大アマチュアの後だから。はい、一つ目の挑戦。一発ギャグで。一発ギャグ。一発ギャグで。一人以上笑かしてください。お願いします。というわけで、奥林くんの挑戦です。どうぞ。みんな、撮るよ。集まってみんな、撮るよ。行くよ。撮るよ、みんな。撮るよ、見てて。見てて、撮るよ、撮るよ、撮るよ。ぶち、かき泥棒。続きまして、一発ギャグやらせていただきたいと思います。おかしい。絶対におかしい。これは完全におかしい。俺の顎の下にトーナメントの1回戦があるなんて。クリアー。マジかよ。ちょっとクオリティが違うよ。じゃあ2つ目もね。じゃあ2つ目どうでしょうか。やっぱ別のじゃなきゃダメです。え、それはそうだと思われますけど。そうです。え、なあ、一発ギャグでまた行きたいんだよ。だけで。どうですか。どうですか。だけショートコントでさ、タイトルで、はい、ショートコントも一発ギャグみたいなもんやから。そんな破綻するようなこと。ショートコントで、はい、ピン芸のだってショートコントなんてだまあね、山ほどでも一発ギャグずっと続けるのもすごいですから。じゃあ2つの一発ギャグでいいですかね。一発ギャグ、はい、いいんですか。まあ、OK 出てるんで。やったー。じゃあ2人以上は私もそうですよ。ハードル上がるよ。ハードル上がってるからね。いや、全然そんなもん超えますよ、すぐ。はい、行きましょう。かっこいいです。じゃあ行きましょうか。じゃあ2人以上は私ください。はい、一発ギャグ挑戦どうぞ。はい、わかりました。簡単なことです。私にコンタクトは難しい。シェコ、シェコ、シェコ。バー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 、どっちかの手に蜂が入ってるんだけど、わかる？いいですね。一人笑いました。あと一人です。よし、花占いしようっと。ブチ好き、ブチ嫌い。ブチ好き、ブチ嫌い。不思議花占い。クリアー。さあ、というわけでクリアでございます。ちょっと乾いた話題でしたけどね。面白かったですね。でも2人以上クリアしましたから、次3つ目どうしますか。3つ目、一発ギャグで。あれ、一発ギャグ。もうキーワードすごいっすね。ちょっと待って、ずるいよ。ちょっと待って。はい、どうぞ、佐々木さん。なんか甘やかしちゃいけないよ。なんかちょっと別のさしたいっすね。そうだろ。確かにちょっと他のも見たいなみたいなのがありますよね。モノマネ、モノマネ、モノマネいいっすね。じゃあモノマネで3人以上笑かしても新しいんで奥林君見れますから。モノマネ、はい、じゃあモノマネ、モノマネ、はい、モノマネ、はい、挑戦お願いします。はい、追い詰められた竹本ピアノの CM。 みんなバーサス竹本ピアノ、ちょっとハンデちょうだい。笹本笑った。じゃあ、スキャンだっけ。責任感が強すぎる。責任感が強すぎる、一光さん。やだ、なに、あー、背負い込みすぎちゃう。モノマネです。
これはモノマネですよ。ギャグの可能性モノマネですよね。モノマネ大体中わかりました。かわいそうすぎる名探偵コナン親族がいつも既得クリアー初めての突破がありました。皆さん小林に大きな拍手を。モノマネできるんだ。ちょっと届けますね審査員の方たち。似てはないしな。え一発ギャグだったけど。いやモノマネしたじゃないですか兄さん。一応モノマネではあったけど。コナン似てたでしょ。コナン似てましたよね。すげえ似てましたね。あの、かわいそすぎる名探偵コナン。親族がいつも来てます。というわけで、お疲れ様クリアでございます。さあ、というわけで、次6組でございます。6組目6組目の方、どうぞ。来ちゃったな。うわー、なんかちょっと忘れてたわ。どっちがいいのかな。自己紹介お願いします。ごめん、行ったことある。ああ。ミヤです。お願いします。メインストリームニャーメインストリームニャーメインストリームテンニャーメインストリームニャー。さあ、じゃあ個人名だけ伺ってもよろしいですか。私は菊池おとりと申します。菊池おとり。はい。おとり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 でございます。おとりちゃん。東安です。東安。そして。天馬です。天馬。よろしくお願いします。お願いします。自信の方いかがですか。まあまあありますよね。いきますよね。頑張ろうな。一応笑ってくださらないと笹本さんの好感度が下がると思ってます。さあというわけで、お三方一つ目の挑戦どうでしたでしょうか。ショートコントで。コントで。もうやばいぜよやばい。忘れろよ。じゃあというわけで、一つ目の挑戦ショートコントです。どうぞ。ショートコント行列。踊り、あ、踊り行きますか。踊りお願いします。悪いね。君には死んで
けど、カラオケ行ったことないんですよ。終了。惜しい。もうあと、もう一個あればドーンって笑いになりましたね。おもろかったね。おもろかった。白子とかめっちゃおもろかった。雰囲気がすごい良かったですね、3人ともね。どうでした、挑戦して。どうだった、はい、どうでした、どうでした。いや、東がさ、もっと答えてくれればいいのに。何お前、えは、お前のせいだな。はお前だってこいつ何もしてないじゃん。いや、お前も言いつけてるよ。お前何もやってない。お前もやってよ。お前は本当に何やったの。にゃー。ラスト行け。クラちゃんです。わーわー。
ラスト一発、ラスト一発いけるじゃない。やばい、どうしよう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 、気持ち悪いですか。終了最後まで惜しいよ。なんかね、笹本が最後来られてたもんな。なんかね、最初からずっと、はい、そのなんか飲み屋の香りがずっとしてたんですよ。そうじゃないんかなと思ったけど、やっぱり父ちゃんのモノマネとクロちゃんさんのモノマネの瞬間に、確実にバーとかで働いてるやつだと思って、今年の6月にバーを起こしました。早起こしました。絶対そうだと思った。あれだ、夜酒大好きでヘンゴーバーっていう。あそうなの、ハンゴーバーって。酒好きなやつらがやる飲み屋のお笑いやられたから。マジ危なかったよ、俺。おっしゃる通りで。絶対これ辛そうだと思って。1個目のモノマネ何でしたっけ。1個目は、あの、芦田愛菜さん、芦田愛菜のモノマネをする八代優さん。そんなでしょ、そんなでしょ。芸人やなって、そんな。母親、お母さん、こちらでございます。はい、こちら。飲み屋にいたらもう最高、お前ら。いや、坊ちゃんがマジでヤバくて。坊ちゃん、まさか。坊ちゃんが坊ちゃんが坊ちゃんにしてる。マジでお笑い芸人やってるってことだ。クレヨンしんちゃんの坊ちゃん。いいね。しんちゃん、そこは。例えば、超簡単で言えば残酷なことを言う坊ちゃんとかあって、坊ちゃんで、しんちゃん殺すよとか、あ、ありますよ、ね、例えばね、それを何も振り付くわけじゃない、坊ちゃんで、マジで、見たことない。で、その後にクロちゃんやる。クロちゃん、絶対にやらない。お前、頑張って。というわけで、ゲットローは残念でした。私は。以上でございます。